エミール・ハーシュはアメリカ合衆国の俳優。カリフォルニア州トパンガにて、マネージャー兼プロデューサーの父親と芸術家兼教師の母親の間に生まれる。芸術家の姉がいる。ロサンゼルスとサンタフェ移住後に両親は離婚。1990年代後半から俳優としての活動を始め、多数のテレビドラマに俳役として出演。 日本でも放送された番組としては ER 緊急救命室第6シーズンや NYPD ブルー第6シーズンなどに出演している。2002年にイノセントボーイズで映画デビューを果たし、以降ガールネクストドアやロードオブドッグタウンなどの青春映画に出演。2007年にショーンペン監督作品のイントゥ・ザ・ワイルドで高い評価を受け、翌年には スピードレーサーの主人公に抜擢されるなど、ハリウッド期待の若手俳優となる。2015年1月25日に、ユタ州、パークシティのナイトクラブの深夜にパラマウントピクチャーズのデジタルエンターテインメント部門副社長のダニ、バーンフェルドの首を絞めて気絶させた疑いにより、逮捕され、第390暴行罪で起訴された。ありがとうございます。